あの阿波踊りのこう林鳴り物いいですね。あれ聞くと本当にこうウズウズウズしてきますけど、あ、申し遅れました。私あの先ほどの平野会長の進行一緒にですね進行を進めさせていただきます。東京高円寺阿波踊り進行協会の理事をしております杉谷でございます。よろしくお願いします。阿波踊りの場合お囃子方を鳴り物という言い方をします。鐘、大太鼓、締め太鼓、三味笛、これが五調が一応まあ基本なんで、それにあと連によっては太鼓を入れたり鼓を入れたりというふうないろいろ工夫があります。次にご登場いただきますのはシルバーレでございます。南口に高円寺の南口にシルバー商店街というのがございました。そこのバックにできた連、昭和45年です。1970年連結成ですから、もう高円寺のも古株の方に入った連でございます。シルバーといっても決してお年寄りではありません。深い連中だろうと思います。阿波に志を置くと、とどめを置くというシルバー連の演技をご覧いただきましょう。どうぞ。Thank you.
シルバーランでございました。シルバーランさん、お疲れ様でした。